どうもお疲れ様です今回ね、さっき上げた動画についたコメントに対して返信させていただきます。このように書かれております。私が情報発信を躊躇してしまっている理由はいくつかあるのですが、まず、年齢の割に中身が空っぽでつまらない人間であること。自分に興味を持ってもらったりとか、信頼されるとは思いがたいということですね。まずここまでをちょっと分析してみましょう。あの私はこうやっていつも この方の方コメントを見てますし多分ね誰よりもこの方のコメントに反応してると思うんですよで好意的な返信もこうやってね今回みたいにさせていただいておりますこれをもってですね信頼されてないっていう評価には当たらないんじゃないかなと思うんですよもちろん100人中100人に信頼されているかどうかっていうとこれは私もねそんな自信はありませんでも100人中1人でも1000人中1人でも1万人中1人でも 自分の言葉に耳を傾けてくださる方がいる。以上、それは自分の思いが少なくとも世の中に広まったってことなんですよ。で、あとはね、その精度を上げていくためには、様々な切り口でお話ししていくしかないのかなと思います。情報発信っていうのはそういうもんなんですよね。情報発信をして反応がないという反応を得たり、何かのコメントが入って嫌な気持ちになったり、もしくは励まされて、なんか勇気が出たりとかね。 まあそういったことに身をさらすことが情報発信の第一歩になるんですよね。で、そもそも私たちは何で情報発信するのか、それは誰かの情報発信、例えば岸田総理の情報発信ね、新しい税制に対して、こんな検討してますっていうことに対して、おい、岸田何言ってんだよ、そんなことやってんじゃないよ、俺たちの暮らし分かってんのかよっていうふうなコメントを寄せてるってことで、情報のやり取りで世の中っていうのは進んでるんですよね。で情報ってのは 何を取り入れて何を取り入れないのかってことは全ての人にその判断の権利が委ねられています、まあ、ですんで私は今回この方のねコメントを取り上げて動画にしてるわけなんですよこれ他の方は多分こういうことまでしないと思いますけども私以外の他の方のコメントが欲しくってやってるのかそれとも少なくとも、まあ、久保さんにコメントをね読んでいただければとりあえずはあの 情報発信した意味があるっていうふうに感じるのかですよね。まあ、そもそも情報発信躊躇しているっていうふうな情報発信をこの方はしてるんですよ。私のコメント欄にね、えー、書く形でね。その私のコメント欄に書くことを自分のブログなりツイッターなりでやったらどうですかってことなんですよ。やることは一緒ですから。<laughs> で、私のコメント欄に書く方が多分アクセスは高いと思うんですよ。見られる可能性は高いと思うんですよ。だから私のコメント欄に書いてもらってもいいですし、でも ご自身のツイッターとかあー何かのブログに書くと多分私のコメント欄に書くよりも目立たないと思うんでねそっちの方がもしかしたら少しずつ情報発信するのには向いてるかもしれないですねで自分に興味を持ってもらったりとか信頼されるとは思いがたいというふうに書いてますけども私興味持ってるじゃないですかだから私に対して自分に興味を持ってもらったりとか信頼されるとは思いがたいっていうふうに書いてるとしたらまあ当たらないかなと思いますよね私は十分興味持ってますし 信頼もしてますよ、うん、まずは自分が情報発信をすることによって身近に会えない誰か一人に自分の言葉を受け止めてもらっていること非常にありがたいっていう風に感じれる気持ちはしないですかね <laughs> よくね売れなくなったらアイドルさんがデパートの屋上で歌を歌ってます一人でもファンの方がいる限り私一生懸命歌いますっていう風にね昔昭和の時代には言われてたと思いますけどもああいう気持ちですよたった一人でもいいから誰かに届くんだったら やっていく意義はありますでそこから人人人人ががにになり2人が3人になりりっててことを進めていくそれはねあの令和新選組の山本太郎さんがたった一人からね政党を立ち上げて今国会議員8名地方議員50名以上になっているたった3年4年の間にですよ、まあ、そういったところと全く一緒だと思いますでいまだに山本太郎さんに対してはものすごくねアンチの風が吹いたりレッテルが張られたりとか嫌な切り抜きがされたりするわけじゃないですかでもくじけずにやってますよね うん、だから同じだと思うんですよ。私たちお互い力なきものですから力なきものがやる気さえ失って遠慮してしまえばもう完全に奴隷扱いですから、まあ、動く限り体を動かす手を動かす足を動かす何も動かなければ気持ちを動かすなんかでねアクションを起こしていけないいんじゃないですかはい次です今までの自分の人生経験で他人様の悩みに応えられるだけのものがないうん。 いいいじゃないですか、これ別になくてもいいんですよ気持ちわかるわーっていうだけでも人の癒しになるんですよね人っていうのは自分の悩みとか苦しみを解決してほしいっていう気持ちもありますけどもとりあえずはね共感してもらいたいたんですよ。だからこの今回コメントを書いてくださった方がねいろんな悔しい思いとかあの自分の思いが実現しないっていうね葛藤をもしお持ちでしたらほとんどの人に共感っていう意味で、えー、メッセージを伝えることができると思うんですよね 人の悩みに対してね、あなたの気持ち私もよくわかります。似たような経験をしてきました。って書くだけで解決しなくても、ああ、嬉しいってなるんですよ。その積み重ねが信頼じゃないですか。誰かが発信するたびにきちんといいねを押してあげるえ。いつもいいねを押してくれるこの人は誰なんだろう。私のアクセスのほとんどないツイートに対して、いつもハートマークを押してくれるこの人は誰なんだろうっていうふうにして、人間関係っていうのは繋がっていくと思うんですよ。 はいまた人間的に器も小さいのでいろんな視聴者からのメッセージに対して的確な対応をする自信がないと、うん、これ自信はねやりながらついていくんですよ最初は自信みんなないですで繰り返していっても自信はつきませんただ気にならなくなるだけなんですよねもう慣れていくっていうかねでもこういう考えは良くないねって書いてますねその通りですね、うん、どうやって情報発信をしていこうという前向きな悩みではなく情報発信ができない理由を探してしまっているのかもしれません って書いてますけどももう一回言いますけども私のコメント欄にこれだけのコメントを書くってことはこれ自体が情報発信じゃないですか <laughs> はいえっ、ー、と老後に向けて安心して生活できる経済力を得るためにはネットを駆使した情報発信しかないと思えるのでできるできないではなくてやるしかないんですよねということでやってるんじゃないですか <laughs>、うん、私のコメント欄に常にコメントをねこうやって書くだけでも立派な情報発信ですよそして私はその情報発信に対してこうやって返信動画を作ることが結構 多いですから、ね、まあそれを期待して問いかけていただいてもいいんじゃないかなと思いますそして私のこの動画をまたね何十名かの方が多分見て聞いてると思うんですよそうしたらじゃあ私にねこの動画を作らせるほどの人はどんな人なのかなと思って結局コメントを見るってことになると思いますさあ小さなアクションやってないつもりでももう結構やってるんですよそれじゃあお疲れ様です